ですね、今日は栄養の話という題で話します。で、特に今日はですね、栄養のポイントっていうのはいくつかあるんですけど、どういうポイントかと、例えば心身ともにですね、健康に生きていくためにっていうこと、さらにいつも扱ってる精神的な疾患を支えていくという意味でのですね、栄養ということになるとですね、心身ともに大事なことなんですけども、栄養の中で一番大切なのはですね、これなんですね。よく栄養の話をすると、いや、うちの子は野菜を食べないからとかですね、ビタミン取らなきゃいけませんよねって、ビタミンも A からずっといろいろあるんですけども、その人にとってのビタミンというのは、ビタミン C だったりですね、でそういう新鮮なものの中に含まれているビタミン C を取らないとうまくいかないとか、ちょっと知識をしてくると、ビタミン B というのはエネルギー代謝にもタンパク合成にも関係するので、ちゃんと取らなきゃいけないとかというふうに考えるんですけども、一番その中で結構抜け落ちてる議論がですね、タンパク質なんですね。で、タンパク質っていうのは、なんで必要かというとですね、分かりやすく言えば、これはもう図式なんですけど、どっちが小指でしょうね。こっちが小指で、こっちが親指かな。とすると、例えば手があってですね、手が再生していくときに、再生というか、手が一つあると、この手が1年後も同じものが存在しているかというと、そうはいかないです。もうご存知のように、例えば死んだ魚は数日で腐りますよね。でも生きてる、この手はですね、生きてるから腐らないかというと、そんなことはなくて、意外と持たないんですね。そんなに皆さんが今30歳の人は30年間この手とお付き合いしてきてますというけど、それは間違いで、30年もこの手と付き合ってないんです。これは途中で一部分がもう古くなってですね、作り変えていくわけです。ちょうど家で言いますとですね、家というのは30年間ほとんど修理しないでもあるんですけども、そうじゃなくて、今日はこの屋根とか、この辺の、壁とか、この辺の柱とかという形でですね、それを取っ替え引っ替え、取っ替え引っ替え、新しいやつにすると、なぜかというと、柱だと何十年って持ちますけども、この人間の素材というのはそんな持たないんですね。で、要するに寿命というのがあるわけです。だから例えば赤血球なんかにすると120日、赤い血ですね、あれは平均120日ぐらいしか持たないので、実はこの中に流れている血もですね、120日前よりも前の血というのはまずないんです。それと同じことで、手もどこも実は入れ替わっているのでですね、1年前の私はですね、ここにいない。だからだんだん訳の分からない説明になりますけど、でも同じものがいる。それはなぜかというと、一つの細胞から細胞分裂を起こしてですね、で古くなったやつはもうお払い箱で、同じ設計図で同じ形のした細胞をそこで作って、そこに当てていくと、こういう作業をしてるんですね。でそれの立て役者といいますか、その原材料のほとんどが実はタンパク質なんです。だからタンパク質が少ないとどうなっていくかというとですね、作り変える時の材料がないということですから、新しい細胞になった時のその材料が非常に粗悪になるわけですね。だから例えばビルを毎回こう建て替えるとした時にですね、その都度鉄骨だとか、それからコンクリートの質が悪くなっていきますから、だんだんとビルは粗悪のビルになっていくと、人間でいうと、その細胞レベルで、粗悪品になっていくと、要するに健康を損ねていくっていう形になるわけです。で、そのタンパクのですね、合成をタンパク質というものがあって、それで作るわけですけども、その時に、そのタンパクがうまく働くためにですね、ビタミンも必要でしょうし、
ミネラルも必要でしょうし、などなどですね、こういう各種栄養素が必要になってくると。だからまあこういうことを無視してですね、ビタミン、ミネラル、油がどうだというようなことを言ってもですね、実はもうものすごく片手落ちなんです。で、まあ、世に栄養オタクみたいな人がいっぱいいますけども、その人たちがタンパク、タンパク、タンパクと本当はもっと言ってほしいんですが、そういう人は少ないですね。でタンパクを気にしている人っていうのは大体どうでしょうね、どっか筋トレでもしててですね、マッチョを目指している人たち、プロテインパウダーを取るんだと言ってですね、シャカシャカと取ってる人がいるんです。で彼らは健康のためとはあんまり思ってないです。筋肉になりますから、筋肉をよりモリモリとさせるためにですね、パウタンパクを取ってますという人たちです。でその人たちの中でタンパクだけ取ってる人はいますけど、タンパクを合成するにはですね、ビタミン、ミネラル当然必要ですので、そういうものも栄養的には本当は取らなきゃいけない。それから、まあ、他にもいろんな基礎知識ですね。10時くらいになるとそこからそのタンパクを合成するためのホルモン、成長ホルモンという名前がついてますけども、そのホルモンが出るので、それをうまく生かすにはですね、夜更かしなんかをしていると良くないと。だからよく筋トレに通ってですね、その仲間とワイワイガヤガヤ叫びながらですね、夜中の2時3時ぐらいまで飲み屋で飲んでですね、で家帰って寝ると、これはなんかもうはちゃめちゃですよね。筋力は鍛えてるけども、それの合成する時間帯にですね、大騒ぎしてますから、片方ではえらい能率の悪いことをやっているということ。まあそういうふうにこのタンパクというのは、まあ、話は戻りますけども、マッチョになるためじゃなくて、自分の体のをですね、細胞レベルでより良い細胞に再生していくために必要なものがタンパク質ということになってくるんですね。で、まあそうしますと、今度ね、じゃあタンパクはどういうふうなものをですね、取ればいいかということになるんですけども、大豆とかですね、大豆 100% の良質なタンパク質ですっていう宣伝があるんですけど、これはあまり良質でもないですね。それから魚のタンパク、それから鳥、それから牛、馬、動物、馬は食べないですか、豚、ね、まあ、こういうふうな中から何を食べればいいかということになると、実はそのタンパクによってですね、タンパクが分解されていく、タンパクというのは分解されてアミノ酸になるわけですね。アミノ酸ですね。A、B、C、D と、まあ、いろんな種類のアミノ酸にこうなっていくわけですけども、その時 の, 人間がですよ、合成、人間がを作る時に必要なアミノ酸、タンパク質の分解したものですね、アミノ酸というのはどこから取ればいいかと、ね、こういうクイズはですね、小学校の低学年の子に大体答えさせると一番正しいんですね。要するに人間と一番似てるものをどれとか考えればいいんです。人間は大豆に似てますっていう人はいますかね。人間の絵描けた豆みたいな絵描く人は中にはいるかもしれませんが、だこれではないと。で多分こういう順番にですね、人間らしくなってますから、哺乳動物ですね。だからこういうもので取る方が一番その人間の体を作るにはよかろうと想像ができるんですね。でそうするとその大豆タンパクなどというものはですね、まあどうしてもいずれは豆になるんだという願望の強い人は別にしてですね、およそ健康的な大豆タンパクではないということです。だから非常に抜け落ちているアミノ酸もあるということです。でまあ大豆タンパクを取るんであれば、それを強化したようなプロテインを取った方が人間の体にはいい。 100% 大豆タンパクですっていうのはですね、全く意味がありません。で、プアプロテイン、外国ではこれプアプロテインです。いわゆる貧しいタンパク質です。
で、日本人はなんか 100% 植物性タンパク質ですと、なんかえらいありがたがるんですけど、まあそういう人はまあいずれみんな大豆になる、なりたがってる人だろうということになっちゃうんですね。ということで、いいんですよ、大豆のタンパクも取ってもいいんですが、ここで言いたいことは、こういうものの中にしか入っていないアミノ酸もあるので、これを抜きにはしないでいただきたいと。ね、よくやるのが、スポーツマンが鶏肉のささみは油がないので太らないからいいと、体重コントロールにいいと言って、ここから下削って、動物性タンパクというとほとんど鶏を取る人がいます。で、これも腱を作るようなですね、筋とか腱を作るようなアミノ酸が不足しがちになっちゃいますので、筋肉は強くても腱が弱いなんていうようなスポーツマンを作る可能性もあるんですね。だから必ずこういうものも取ってくださいよと。まあ、こういうことが何を食べればいいですかということのおおよその目安です。だからプロテインパウダーを毎日取ってますから大丈夫ですというと、そんなことはないです。たまにはハンバーグも食べてくださいというところですね。で、まあ、これはこれぐらいにします。で、じゃあ今度はですね、栄養の取り方で大事になってくるのは何を取らなきゃいけないかというのは今話をしたんです。で、そうすると次はですね、よくお肉も食べてくださいと、食べてますって言うんですね。で、卵食べてます、豆腐食べてますって言うんですけど、まあ、よく聞いてみたら、なんかそぼろあんかけの中に、お肉がちょろちょろっとひき肉が入ってですね、入ってただけと。スプーンにしたらティースプーンか大さじスプーン1杯分ぐらいのお肉が入ってるとか、豆腐はというと角切りにしたお味噌汁の中にいくつかの豆腐が入ってるだけとか、で、卵はというと、ちょうど卵焼きがあったので一かけ食べてきましたとか、というような話になっちゃう。で、世の中には何十種類というのをできるだけたくさんの食材を取った方が体にいいから、私ちょこちょこ食べてますって言いますね。で、こういう発想では基本的にはダメなんです。ある必要量というのがあります。で、それの計算式がタンパクの場合はですね、60kg って結構大きいですかね。あんまりそうでもないですかね。60ぐらいだったら普通ですかね。体重が 60kg ある人ですね。この人は大体1日にどれぐらいのタンパクを取らなきゃいけないかというと、 60g のタンパクを取らなきゃいけない。これ1日です。量ですね。で、こういう話をするとですね、ピーンと皆さん来ましてね、今日朝からハンバーグ食べたよなと。ちょっと小さめだと思ったけど、あれ 120g だったから、もう2日分のタンパクは私は食べたなって話になっちゃうんですが、それはここで言う60というのは純タンパクの話ですので、だいたい油、お肉の中に半分ぐらい油があって、そしてアミノスコアって言ってですね、アミノ酸っていうのはまんべんなく入ってないと、栄養素としては吸収さ、働きませんので。それアミノ酸の比がいびつなものも消去して、で、焼いたりなんかして加工で失われるタンパクも消去してってやっていくとですね、牛肉だとですね、大体ですが、いろんな牛肉もありますので、大体80グラムで純タンパク6グラムぐらいでしょうと、こういう計算。そうするとハンバーグでいきますとですね、120g というとこれの倍です。120というとこれの1.5倍ですから、9g ぐらいのタンパクしか取ってないということなんです。ね、60からするとなんか60という数字はとてつもなく多い数字ですね。で、そうすると、じゃあお肉だけで1日のタンパクを取ろうとすると、6g でしょ、80g で肉が。で、60g 取ろうと思ったらこれの10倍ですから、かける10ですね。そうすると800グラムのですね、肉をですね、食べると1日のタンパク量が足りると。ただしその半分ぐらいの油も400食べてですね、毎日そんなものを食べてたら限りなく太っていくでしょうね。それから何と言っても400の肉を食べれる自信のある日本人はどんだけいるかということになるんですけど、これはなかなかいません。かつて私も挑戦したことがあるんですが、ワンポンドステーキですね、ホファー先生という偉い先生がワンポンド90近くなっても食べるというので、
もう私も負けじとですね、そんなところで張り合っても仕方ないです。もっと勉強すればいいんですが、食べてみたらもう本当に苦しかったですね。で、かなり苦しくて困ったことがあります。だからそれがまあ1ポンド400ちょっとぐらいですから、800なんて言うと当然人間食べれないですね。で、じゃあそれでどうしていくかというとですね、まあ、じゃあお肉なんかよりももっとですね、何かないかというと、まあ、卵ですね。これが大体1個ぐらいで、これも大きさ様々ですから、まあ、大体6ぐらいだろうと。他には豆腐ですね。これが半丁、ね、1丁の半分で大体6グラムぐらいだろうと。こういうふうになってるね。で、そうしますと、まあ、朝夕でこれの半分ぐらいのタンパクを何かで取ることにしてですね、夕食で例えばこれの半分の30グラムのタンパクを取るようなメニューを考えようとするとですね、どういうふうになるかというと、すき焼きをしましょうと。で、卵を2個、これ2個で12グラム。それからお肉が、これの3倍、3パー24、240グラムのお肉を食べると、12グラム。これで24ですか。あと6グラムですから、ここにありますね。豆腐、じゃあ焼き豆腐を半丁、半分ですね、この通り半丁を取ると。そうするとこれで6グラムと。これで見事に30グラムのですね、メニューができるということになるんですね。まあ意外と簡単ですよね。これだったらなんか食べれそうな気がしませんか。でも、そうかって、毎日すき焼きにしてですね、焼き豆腐入れて、そして卵2個で溶いて食べるという、の毎日食べたら多分嫌になるんですけど、でもこれに匹敵するぐらいのタンパクを取ろうと思うとですね、かなり料理も限られてきますね。だから1回の食事で 30g 取るというのは結構大変で、朝それ、これにプラス朝 15g、 昼 15g を取ろうと思うとですね、朝卵かけご飯で大体 6g でしょ。それからお豆腐を半丁食べれますかね。それ食べたら 12g ですから、ちょっと食べきれないですね。ということは、実質今の現代の生活の中ではですね、我々はいつもタンパク不足になっているという考え方がまず必要になってきます。で、そうすると、まあ、健康にですね、若く、いつまでも若く生きたければ、タンパクというものをいつも何かで補給をしていかなきゃいけないということになってきます。で、まあ、そこで登場するのがこのタンパクパウダーですね。だから食事の中でこういうお肉とかこういうものを取った上でですよ、ここ間違っちゃいけないです。取った上でこのプアタンパクをですね、できたら取るようにすると。だから毎日朝 10g、 夕方 10g ぐらいで20ぐらい継ぎ足すと、60のうちの3分の1はこれで取れますから、まずの、そしておかずをしっかり食べればですね、まずまずいい栄養が取れるはずだということなんです。で、こういう、これがもう基本ですよね。だこの辺ね、多分初めてお聞きになる人は、おお、タンパク結構取らなきゃいけないんだなと。で、みんな取りきれないから、ああやって年取っていってしわしわになるんだなとお考えになる人がいたら、まあほぼ当たってます、それは。で、アンチエイジングでそういう老化しないように考える人たちは、要するに栄養不足で年取るんだということに目をつけてですね、で、タンパク質をしっかりとりましょうということをやるわけです。で、まあ、これが基本中の基本ですね。で、あとは必要な、さらに必要なビタミンとかそういうものをよくですね、勉強してですね、取っていくっていうことが必要です。で、もうちょっと今ちょっと言い忘れたことはですね、この栄養を取ると運動って必要ですよね。代謝を良くするために栄養のをうまく使わせてですね、身につくようにしてやるには運動って絶対必要だと思うんです。で、まあ、ある程度のウォーキングとか、必要最低限の運動であれば、この60でいいんですけども、
自分はやっぱり例えばサッカーをやりたいとか、ね、なんとかマラソンに参加したいから毎日走るとか、もちろんキックボクシングをやりたいとか、そういうふうなですね、ことでやっている人はですね、これにプラスと言いますか、これにですね、掛け算をしていなきゃいけない。かける1.5倍。朝練やって何とかやってみたいな、その中学生のですね、もう部活に明け暮れているような子どもたちなんかだと、そういうの2倍ぐらいのですね、タンパク量が必要になってくるんですね。で、これをちゃんと取ってやらないとタンパク不足になると。よく中高年でですね、60以降になって、健康のために運動してますって、すごい運動量の人がいるんですね。で、そういう人たちのタンパクを測ると意外と低いっていう人が出てきます。で、タンパクが低いということは、要するに免疫の基本、材料はタンパク質ですので、タンパクが低いと免疫力落ちちゃうんですね。で、そうするとどうなるかというと、いろんな病気を呼び込んでしまう、やっつけることができない。で、がんなんかもそうです。だからよくあるのが、昔ちょっとある患者さんが所属してたフラダンスなんですけど、これも1日何時間って言ってましたかね、すごい練習するんですよ、60代の方々がね。で、その人も途中ちょっとなんか痩せこけてきたことがあったんで、測ってみてタンパク少ないですよといろんなことを言ったことがあるんですが、で、その時にちょっと聞いたんです。ところで、みんな元気ですかって聞いた、やってるメンバーは。がんになる人ってやたら多くありませんかって聞いたら、先生そうなんですよって、健康のためにやってるんだけど、がんで倒れていく人がいっぱいいるんだって。それはそういう、実感で正しいデータかどうか分かんないけど、そういう話をね、したことがあるんです。で、これもまんざら嘘じゃないのかなって思います。だから、タンパク質をちゃんと維持しながら運動するようにしてくださいってことです。で、その時の指標はですね、血液のデータからですね、アルブミンというのを項目を見てですね、4.5以上であれば OK です。これ以下だとタンパク不足です。で、ハードな運動してたその人なんかはですね、3点いくつ台だったんですね。で、もう2くらいになると、がん細胞がどんどん生えてですね、その免疫力が追いつかないので、がんになる率が非常に高いだろうというふうに思いますので、このアルブミン4.5というのをぜひ皆さんが検査した時の数値として覚えていただいてですね、それよりも下がってないかどうかと。運動もいいんですよ、やってほしいんですけど、下がらないように運動してくださいっていうところが大事になってくるかなと思います。今日は栄養の中でも一番もうそのメインでありますね、タンパク質ということについておよその話をしました。質ね、お肉、自分に近いものも取ってくださいよって話もしました。それからあとはやっぱりものすごく大事になってくるのは量、それから運動との関係で1.5倍から2倍取ってくださいっていうお話をしました。ということで終わります。